わあ、ことちゃんあれや。はい、コスケです。今回はこちらの私のスープラの方のね動画なんですけど、なんとスープラの車検が来たんですよ。でそこで、車検ってやっぱりね結構なこっち来るじゃないですか。どっちやどっちか。そこで今回独自のつてでユーザー車検に挑戦しようと思ってやってきました。もともとねいつも車屋さんとかに頼んだりしてたんですけど、ディーラーさんとかに頼んだらどんぐらいかかるんやって思って一回行ってみて、ディーラーさんにも聞いてみたんですよ。でそしたら大体スープラとかやったら、まあ、ベース14万ぐらいかかって、でそっからなんか直すのとかあったらケースバイケースでもうちょっとお金かかったりするっていうのを聞いたんですよ。でユーザー車検やったらどんぐらい安くなるかっていうのも合わせて行ってきたので、それではご覧ください。行ってきましょう。はい。皆社長ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。あーやっぱり業者の。ちょっとやばいって。チェックポイント、おー、アイドルややこしいの来たで思われてるわ。ほんま、ノーマルやからやろみたいな。失礼あす、はい、アイドルスラッシュで、はい、この建物寄ってほしいんですよ、はい、なので、こっち左行ってもらって、おぉ、空いてるか、いや、微妙やな。あ、レーンが、まず初心者と違う。そう、まあ、初心者ってわけじゃないですけど、まあ、分かりやすい。そうなの。ウォッシュ液出ますよね。あ、出た。これは水入ってないだけなんかな。水ないっすよね。水ある。あるっすか。ある程度飲むやつ。飲むやつでいいっすか。入れましょう。お試合出ない。こうやってエンジンさ、こう切ってもね。いや、つけば。ボンネット開けて、ちょっとウォッシャーだけ。ちょっと出たらいいんだ。最悪これ入れましょう、もう全部出し切ったら一緒やしな。一回ボカリ入れましょう。泥水出てると思われちゃう。続いて右左ウインカー見て、これで、はい、ということで車検行ってきました。でね、結果がなんと、落ちました。いや、いけると思ったんですけどね。ちょっと見落としてて、ラックブーツのところがね、こっちですね、フロントの助手席側のラックブーツがちょっと破れちゃってて、それを交換してたかって。で、それだけやったんで、ちょっとそれを取り寄せて交換して、今日は多分無理だと思うんで、後日になると思うんで、もう一回挑戦していきます。はい。ありがとうございます。頑張ります。はい、ということで数日経ってしまったんですが、ラックブーツ付け替えやっと終わったんで、前回の雪辱を晴らすためにレーン行っていきたいと思います。それでは頑張ります。頑張ることでもないんですけどね。はい、じゃあちょっと行ってきます。めっちゃ空いてる。この前に比べてだいぶやっぱ昼のあれなんですかね。うるさい。昼のあれでしょうか。じゃあちょっと行きましょう。うっす。ということで、無事終わりました。いや、結果は、なんと、通りました。ありがとうございます。ということで、胸を張って、走り回れる。前も行けてたんですけど、もう走り回れるのも継続できるようになったんで、ちょっと一旦家に帰ります。はい。
はい、ということで、戻ってきました。いかがでしたでしょうか。というので実際トータルで考えたら金額なんですけど、なんと、ユーザー車検やったら今回特に、まあ、あの1回目で落ちちゃったシフトブーツの破れっていうのがあったんで、ブーツがだいたい1000円ぐらいかな、1000円と送料ぐらいやったんで、で直したものももう自分でやったんで金額かからず、ただ己の力と時間とだるさがかかったっていうだけでした。というので実際かかっただいたい7万ぐらいですね。7万ぐらいで抑えれました。で車の状態もあの他に不具合とかなかったので、そういったところでお金がなんとか抑えれたって思い、抑えれたんやなって思いました。で、やっぱりディーラーさんで言ったら、まあ、安心なんはもう安心なんで、こういったところよりも金額も上がる分、予防としてね、事前にここ危ないよとかも直してくれたり、事前な交換とかがあるんで、それもね、まあ便利なんで、やっぱり一概にどっちがいいで安いから、こう、あのユーザーの方が絶対いいでっていうことでもないし、やっぱり逆に、僕一人やったらできなかったと思うんですよ。僕、知り合いとかが、プロがおったから、今回こういった、挑戦できたんですけど、もしおらんかったらね、僕ももう、そうやったら普通に任せた方が安心やし、ええわと思ったんで、一概にどちらも甲乙つけがたいでしょうと思いました。で、あとね、もう一個あったのが、僕がね、ホイール変えた時に、もう車検の時ももう一緒に変えちゃおうと思って、車高が合わなかったのとこがあったんですよ。なので、車高を変え、タイヤを変えたら、じゃあ車高をね、車高調で一回ガンって上げて、で、その後にタイヤ変えたんですよ。そしたら、車高が全然、車高上げたにもかかわらずホイールのインチが下がったから、逆にトータルバンって下がっちゃったんですよ。というのでそれは難儀やと思って開発したのがこちらなんですよ。ちょっと見てください。これですね、合法車高くん2020ですね。はい、ということで、これですね。これ何かって言ったら、あの車高わかんないですよ。僕、自分の感じでやってるから、多分、もっと見てくれてる方がね、からしたら、いや、もっと便利な道具あんねんとか、多分あると思うんですよ。あったらよかったら教えてください。なかったんで、僕はもう段ボールで、車高最低地上高の9センチのこの高さを作ったんですよ。で、これを、ちょっと待ってください。はい、ということで、これをね、下に引いて、この車をね、つないで全然ちゃうけど、こうやって通すことで、で、これをね、これを不満と通り越せたら9センチあるなってことなんですよ。マフラーの一番引く部分とね、見て9センチあるわってなるんですけど、これがもし当たるのであればもうちょっとやなとか、そういった確認ができるというね、優れものなんですよ。段ボールで作りました。なので、今回僕もね、車検クリアして、で、このままも多分車高は変えることないと思うんで、これもう必要ないんでね、もし、いると思ったら、Twitter か、インスタか、DM で言ってください。先着であげます。いらんやろけど。はい。というのでね、以上でした。なので、今回一応ね、車検も通って、全部、合法な感じだったんで、また今後、綺麗にしていきます。で、クラウンの方も一緒に綺麗にしていけたらと思うので、2台同時によろしくお願いします。というので、私からは一旦以上です。ありがとうございました。なので、また、サブチャンネルの方はゴールデンウィークとかいっぱい出すんで、よかったらそっちも合わせてチェックしてください。以上、ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ありがとうございました。動画見てくれてありがとうございました。コース系の本業は現代アートです。概要欄に作品解説の動画もありますので、ぜひご覧ください。コース系の作品や活動、今後の展示告知は、概要欄にあるホームページ、ブログ、各 SNS にて発信しています。そして、この動画がいいなって思ってくれたら、チャンネル登録を。でも、もう一つやなって思ったら、次頑張るんで、チャンネル登録、よろしくお願いします。今日も一日、ご安全に。